国体開催を翌年に控え、おもてなしの花壇作りです。街を彩ろうと釜石市の婦人会が国道沿いに作りました。花いっぱい運動の一つとして行われたもので、町内会や婦人会の会費でコンクリートブロックなどの材料が揃えられました。それぞれの家からスコップや手押し車を持ち寄り、一坪ほどの花壇を国道沿い6カ所に設けます。植えられたのはサルビアやマリーゴールドなど1500本。ドライバーの心を和ませる景色です。一方こちらもおもてなしの一環です。盛岡城跡公園の鶴ヶ池にはおよそ500匹の錦鯉が放流されました。これは盛岡市の錦鯉愛好会が地元国体を前に池の環境をきれいにして県外のお客様を気持ちよく迎えようと盛岡市に送ったものです。放流された錦鯉は体長10センチから15センチほど。錦鯉は県庁にも贈られ、赤や白の錦鯉が道行く人の目を楽しませました。